不調は？通常フロアタムと呼んでるこの音。タムタム、スモールタムタムと呼ばれてるこの音。音程の違いは分かりますね。これを同時に叩いたら音程が違う、いわゆる波長が違う、振幅、まあ、忘れた、うん、難しいことは置いといて、うん、微妙な気持ち悪さが心地よい、それが不協和音。広がって聞こえますね。